はい、今日はですね、こちら、はい、八百万の神、開運歴で何ができるのかというようなね、はい、問い合わせ結構あるので、はい、今日はね、このことについて話をしていきたいというふうに思っております。はい、さあ、私たちのですね、この開運歴、はい、これは誰でも簡単に、はい、人の悩みやね、人が夢を実現するための具体的な努力、はい、どんな努力をするとその夢が叶うのかというね、はい、こういったことを示す鑑定をやっておりますけれども、はい、その中で実はこれだけの、ね、鑑定書っていうのは存在するんです。はい、そうなんです。はい、昔の人というのは人とどう向き合っていくか、はい、そして人をどう育てていくか、そしてその人たちの能力をどう引き出していくかという答えを見つける歴史があるわけです。歴史が、そう、その歴史の中でさまざまな統計を取って、はい、そして文字にして残しているわけです。ね、ですからよくね、成功者はどういう考えを持ってるんだ、どういう言動を、どういう行動をっていうね、それを未だに言ってるけど、実は4000年かけて、成功する人っていうのはどんな人なのか。例えばお金を稼ぐ人ってどんな人、愛や友情、信頼に包まれる人ってどんな人、また自由や名声、ステータス、権威、権力を握る人ってどんな人、こういう人たちだけを集めて、そして統計を取って、このような言動をしている、このような行動をとっている、はい、このような考え方をしている、はい、というような答えが実は文字として残っている、はいはい、それをですね、皆様に分かりやすく伝えているのがこの、鑑定書と言われているものなんですね。はい、さあ、こちらなんですけれども、開運歴で何ができるのかというと、もうね、すでに登録している方々ね、勝玉クラブ、はい、皆様にね、いろんな情報を、ね、差し上げていると思いますけれども、こちらですけど、生年月日が分かればこちら、はい、カズタマというものが分かります。カズタマですね、はい、そしてカズタマが分かるとですね、こちら、はいはい、人はですね、何のために生きているのか、人生最大の目的は、はい、幸せになること。そう、幸せになること。これがね、ブレていくと、はい、お金を稼ぐために幸せを犠牲にしたりとか、成功するために幸せを犠牲にしたりとか、はい、ね、子供を立派にするために子供の幸せを奪ったりとか、うん、っていうような過ちを起こすわけですね。はい、さあ、この時に幸せになる方法というのが実は3つしかないんです。3つ。そう、はい、1つ目はお金を稼ぐことによって幸せになりたいと思っている人、はい、2つ目は愛や友情、信頼に包まれながら幸せになりたいと思っている方、はい、3つ目は自由、名声、ステータス、権威、権力といったものを得ることによって幸せになりたいという、この3つしかないんです。はい、で、実はですね、人は生まれながらにこの3つのいずれかを持って生まれている。ところが、この生かし方を知っているかどうかというとまた別なんですね。はい、だからせっかく持っているのにそれを生かせなければ何という？宝の持ち腐れ。そう、宝の持ち腐れと。で、ほぼ8割の方々が、はい、自分がどんな星を持って生まれてきているのか、またそれを生かす方法も知らないまま悩みを抱えて生きているという方がおられるわけです。はい、で、まず最初にね、ここで人は迷っている。自分が何者かわからない、どんな才能や能力があるかわからない。それをお伝えすることによって自信がつく、はい、すると堂々と表現したりね、自分の思いを伝えたりということができるようになるということをまずここでね、お伝えしております。はい、そして次に、人にはですね、行動パターンっていうのがあるんです。はい、ね、何かを行うときにどういう視点で行動していくかっていう行動パターンが分かる。そして次は思考パターン。思考パターン。そう、どういう思考で考えてまとめていくのかっていう、こういったこと。はい、そしてもう一つ、才能が分かったとしても、はい、その才能を発揮する場所っていうのがあるでしょ。発揮する場所。そう、それが適材適所。はい、そしてもう一つ、守護神とは実は一柱だけではなくて、うん、5柱、その中でも代表的な4柱の神様をここに載せております。はいはい、実はですね、40歳までに、守護神って3回変わるんですよ。はいはい、ですから若い頃、ね、いろんな守護神を経験させられながら、人の痛みや苦しみやね、大変さを理解して、そして40過ぎた時に初めて自分が持っている守護神と出会うと。ところが過去にね、因縁とかいろんなものをね、持ってる方っていうのは過去の守護神のままなんですね。ですから、あなたこんな感じでしょっていうと、いや全然違います。そうなると陰天と言って、はい、悪いところが出てくるわけですよ。ですから、そのあたりをじゃあどのようにしたらいいのか、また過去の因縁を断ち切ってあげるというようなことをやっております。はい、そしてもう一つ、こちら、はい、宿命性と。こちらはね、人には生まれて持った使命というものがある。その使命を達成するために必要な
才能や能力といったものもあるわけです、はい、このね才能や能力をどうやって使えるのか、またねその人の価値観とか、うん、生き様とか、あと適職とか、こういったものがねこれ分かるようになっています、はい、そして次はこちら四五十、はい、こちらはですね好む環境、例えば2人の相性が良かったとしても、はい、行く場所、ね今度どこどこにね遊びに行こうよ、ね、夢にどこ行きたい、海外、あ海外に行きたいね、で私は神社仏閣に行きたい、はい、ってなるとここでほら海外がいいじゃん、ね、いやいや神社仏閣でって言って揉めるでしょ、はい、だからせっかく相性が良かったのに、うん このね好む環境が違うことによって破綻するというようなことが起きている、はい、でまたこちらで開運ポイントというものが分かります、はい、例えばラッキーナンバー、ラッキーカラー、ラッキーアイテム、どんなものを身につければいいかとか、うん、であとラッキーコンパス、どういう方位に、自分の気を高める方位があるかとか、あとどういう行動を行った方がいいか、もっといくと抱えやすい感情、抱えやすい感情、そう、はい、自分の、ね、気を妨げる感情っていうのがある、うん、これをどうやって取り除いたらいいのかっていうことは4、50で分かります、はい、そして次十二神将、はい、ここは先ほど言いましたどこに行くかよりも誰といるか、相性ですね、はい、これが分かります、はい、そして天空星、うん、はい、はい、これはですね人には必ず欠けているものがあるんです、はい、神様はしっかりとね試練を準備して、で欠けているものがある、でその欠けているものに依存すると、うん、こうればならないとか人を攻撃的になってしまうんですね、はい、例えば年上に可愛がってもらえない、いろいろ教えてくれない、年上の星が欠けてる人がいるんですね、はい、すると依存するとどうなるかって、年上をね年上たるもの壊るべきだ、うん、上司たるもの壊るべきだって言って攻めていく、はい、ではなくて自分が可愛がられなかった分、逆に年下を可愛がっていくと、はい、リーダーになっていく、なるほど、はい、というふうにそれぞれ欠けてるものがある、はい、その欠けてるものは何なのか、そしてもしかするとそこに依存することによって運気がどんどん落ちていってるんじゃないかということも分かってくる、はいはい、そして次にこちら人生の季節です、はい、実は皆様がねいろんな才能を持ったとしても、例えば今ですよ、ね店をどんどん広げていく、そういう才能を持っていってる、ね、ですからあなたはね飲食店をやってたとしましょう、はい、今どんどんね店舗展開するべきですよって、今コロナですよ、はい、でこれをやってはダメでしょ、はい、つまりねどんな才能があっても時との相性、うん、今自分はどんな時を迎えているのか、その時に合わせて行動って変わっていくんですよ、はい、でそういったものもねしっかりとここでお伝えするというね、でこのように数玉一つで様々なことが分かります、はい、で我々は、このね守護神鑑定士と言われる方々今ねどんどん育ってますけれども、はい、こういったことを皆様にアドバイスしてます、そして一番の八のやはりねこちら人生の季節、人生の季節、であなたは今どんな季節なのか、実はこれ毎月変わるわけです、はい、ですからそのね毎月のいい傾向悪い傾向が出ますので、そのね、いい傾向悪い傾向というのはあなたの前にいる人や環境のせいではない、またあなたのせいでもないんです、実はバイオリズム、はい、でこのバイオリズムによってさまざまな影響を受けているだけ、はい、その影響がどんな影響が働くのかということさえ分かればその時をコントロールできるでしょ、はいはい、こういったことをですね私たちはお伝えしております、こちらですけれどもね、そのね、それぞれのカルテも準備しております。ですから、例えば占いに行ってね、話だけ聞いてもメモがなければ難しいです。覚えられないですからね。そう。ですから、はい、このように話していること以外のことも含めて、しっかりと文字で提出してね、自宅に持ち帰って、これをね、ただその時だけではなくて、何か起きた時に見ると、ああ、やっぱりそうだったんだって言ってね、また真剣にね、取り組んでいくっていうことが、可能になります、はい今ですね、こういったカウンセラー、またね、メンターとして、あなたに生涯寄り添っていく、何か困った時やね、何か問題を起こした、または何かをやりたいという時にメンターとして寄り添っていけるような、そういうね鑑定を志してやっておりますので、もしよかったら皆さんもね鑑定してみてはいかがでしょうか。もしね自分の数玉を分かりたいという方はどうしたらいいんでしょうか。はい、概要欄に LINE アートの URL を貼ってますので、そちらに生年月日、生まれた時間、性別を書いてください。私の方で鑑定して数玉、三つ玉、守護神、そして風水の霊樹の守護樹、そして毎月の運気予報をお伝えしています。はい、もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント
よろしくお願いします。あなたのカズタモを知りたい方は概要欄から LINE@に登録してくださいね。どんな才能があり、どんな環境を好み、どんな運勢なのか、ユミリーヌがお伝えします。